APL のコンテナ船、ネプチューン・オリエント・ラインズはシンガポールに本部を置く、国際海運グループで104カ国に1万1000人が働いている。子会社としてアメリカン・プレジデント・ラインズ、APL ・ロジスティクスを保有している。ネプチューン・オリエント・ラインズは1968年にシンガポール政府によってシンガポール経済の発展とその下支えの役割の ためにシンガポールナショナルシッピングラインとして設立された。1970年代にコンテナリゼーションの時代が始まった。1970年代中頃に業務執行取締役合直トンの式の元ネプチューンオリエントラインズも新しい時代の船、コンテナ船への投資を行いようやく黒字に転換した。その後、オーェクル、K ライン、 FBS と ACE コンソーシアムを形成し、重要な海運業者として存在を示した。1997年、ネプチューンオリエントラインズはアメリカンプレジデントラインズと合併した。アメリカンプレジデントラインズは1848年創業の海運の老舗である。合併後、アメリカンプレジデントラインズを企業の統一ブランドとし、 ネプチューンオリエントラインズをホールディング会社とした。2001年に APL ロジスティクスを設立した。2003年にタンカー部門を売却し、コンテナ部門だけとなった。ありがとうございます。